どうですか、なんかいろいろ調整 しようと思ったんやけど、この触覚がね問題ないよね。触覚が問題なんですよ。この触覚がね、あのよこの横から生えとるんならいいけど、このここから生えとるから、ね、普通に真ん中の毛を横にして触覚に見立てとるけさ、そう。どうですか、ひとりごとさん似合う、ありがとう。ネイビーメイくんかわいい、やすべさんお疲れ、スマートさんアイスありがとうございます、嬉しい、前髪素敵です、ありがとうございます。フェロモン出てる真ん中、そう、この髪の毛のね、あの生まれた場所は真ん中なんですよ。そう、この真ん中の髪の毛は超邪魔だよね、これを無理やり横にして。ヨネスケンシさん、どういうこと、どこらへんよ、どこらへんが。マイジャパンさん、ハートありがとう。カールつけてる、せっかく。50カウント完了、ありがとうございます。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。タンプル送りましたよ、ありがとう、ゆういちろうさん、嬉しい、遅くなってごめんね、全然いつまでも待つので。嬉しい、ありがとう。横からそう、この前髪をね薄くするためにこれを伸ばす計画やからね。もうちょっと伸びたらもうこれは後ろ髪にしたらいいんや、多分。分からんけど。分からんけど。うん。今までの見てきた、嘘、最高かも、嘘、本当？嘘本当？どっちやねんって感じ。嘘。服も髪型は本当？嬉しいよ。確かに自分ではね、あのこういう感じの服は選ばないから、さっきねコウカちゃんとね電話したんよ、ビデオ通話、なんか暇やったからなんか電話かけてきてくれた、私に、そう、私にさっきでビデオ通話してたんやけどね、そしたら「そんな服着るの珍しいねアリちゃん」って言われた。そう、これはファンの方にいただいたやつだからね、そう、普段アリサは選ばないような服を選んでいただいてありがとうございます。かわいい、かわいい、こういう系もありやな、こういう系統もありやね。でもなんか髪の毛黒いね。いつもなんやけど、それはまあいつもないけどさ、髪の毛黒くない？まあ、黒なんでこんな真っ黒に見えるんやろ今日は。前髪いか、嘘本当、その嘘本当、ドラえもんの秘密道具思い出す、え、そんなんあるん、初めて聞いた、よく似合ってる、本当うれしい。前髪ありの方が好きですかみんな。前髪ありとなしどっちが好き？このね長いね毛もね今難しいところなんです、この長いちょびっと長いやつもね薄くするためにこれ切らんかった毛だからわざと。こんばんは、なし？どちらも好き、本当？前髪あり、あり、あり、ありの方が元気かも。
本当？嬉しい。アリの方が人気やな。ウリピー。そう、バリエーション増やせるよね、いろいろと。コウコちゃんがめっちゃ重めパッツリだった。めっちゃ重ため前髪、めっちゃ重ため前髪がさ似合う人ってさ、で美人人、顔がもう完成された人しか無理よな。重めどうなるんやろ、髪の毛前髪が多かったら想像つかんない。これはシースルー目ないよね。なんかおでこがうっすら見えるシースルー目やけど、どんな感じなんやろ。前髪が重たい、やったことない、人生において。アリコン楽しかったな、嬉しい、ありがとう、ありがとう。彼女だったら鳥は毎日これできてて。髪型とかおもろい、それは確かに迷わんでいいわ。あー了解、これでいくわ。これ自分でやった、自分でやりました。どうですか、似合う、キョンさんありがとう。アリコン聞きながら仕事した今日。やば、ありがとうございます、嬉しい。アリコンいかがだったでしょうか皆様。そう、今日昨日のねアリコンをやってみて、もうね何、次 SKE さんアリコン2回やろうと思っとって、そう昨日1回目が終わったんですけど、もう2回目のやつも決めとったんやけど、今日改めて考え直しました。またそう昨日やってみて、あこの曲は入れよう、この曲はいらんな、新しいのに変えようとか思って、そうまた今日ね改めて考え直してみましたので、それで いけたらなと思います。不器用太陽ね、不器用太陽めっちゃ良かった、好評で。不器用太陽ねもう2日前ぐらいに覚えたんよ。不器用太陽じゃなくて違う曲入れとったんやけど、その曲結局なかったから良かった。不器用太陽じゃない曲入れとったんやけど、それと不器用太陽変えました。チェンジ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 。りんたろうさんハートを、ミシェルボイさん似合う、ゆういちろうさんハートを、きょんさん似合う、ありがとうございます。あの曲かなり好きになった、ほんとめっちゃいい曲やね。不器用太陽、不器用太陽、タラ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 、切ない感じの曲よね、好きだけど、好きすぎて、好きだけど好きすぎて近づけないみたいな。切ない曲やね。ダンスナンバー多かった、よく歌いけた。ダンスナンバーがどれか分からんのよあれさ。かっこいい感じの曲ですか、強き者よとかフラストレーションとかパンチラインとかかな。そうノリノリの曲が好きなんや、どっちかというと。そうだから不器用太陽のバラード系も好きなんですけど、ノリノリの曲ばっかりになっちゃう。パン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 、あミルキーさんがそれな思った、なんで。なんで SKE さんにいた時もあったん、ミルキーさんって、あれどういうこと。
なんか昔のやつってどういうことか分からへん。ゆきりんさんとかさ、横山由依さんが NMB にいた時代もあったもんね。 SKE って兼任してたんですか。ミルキーさん映っててびっくりした。 MV に兼任してたんや。ひエピね。あ、そんな感じだった気がする。この服知ってる？この服好評やな。この服はファンの方にいただいたプレゼントで、誕生日プレゼントでいただいたやつです。兼任当たり前やった。そうなんや。人数が少なかったってことですか。12月のカンガルーのミルキーが選抜。山田奈々さんも。なるほどね。ネイビームくん似合う、ありがとうございます。僕は不器用だよ。いいパインいいパイン、確かに読める。どこどけにしたい、どこどけにしたい。やっぱグループ的にはあの NMB さんが好きやけど、アリサは。そう、でも NMB さんどんどん人数が増えてくからな。7期生増えましたよね最近。7期生が入ったってね。そう、ツイッターとかも、ツイッターとかに自己紹介動画が上がってたり見ましたよ。7期生 NMB さんの。この前6期生入ってたばっかりやったと思ったのに、早いな。7期生入りましたよね。あかりんさんがプロデュース公演するんやったっけ。そう、増加人数多いからもうありさなんて求めてねえよなそう、7期生23歳で、これ23歳で入るんのすごいね。乃木坂にいたよ。すごい、そっち パターンもあできるんやそっちパターンもできるんや。金子支配人の TikTok 面白すぎ。金子支配人 TikTok してるんですか金子支配人覚えれるんかね、そんなみんな失礼そんなみんなのこと覚えれるんかな。情熱大陸で流れる情熱大陸、そうなんですよ。辻本さん追っかけてる情熱大陸、あの思い出せるこういう仕様フリーレン時とか来てた。情熱大陸嬉しい。出れるんかな情熱大陸。チラッと出てた。もう流れた。あ、生駒さん AKB にいた時代。あ、それはなんか知っとる。なんかの曲でアリサ生駒さんポジやったことあるもん。何やったっけこんなやつ。好きすぎて好きすぎて好きすぎてだ。この胸が切なくて苦しくて、何やったっけこの曲。にゃにゃーんじゃーにゃーじゃーじゃーにゃー。希望的リフレイン、それだ。そう、生駒さんいるよね。生駒さんポジションだった気がする。希望的リフレインやったことある。アリサチラッと撮ってた。嬉しい。情熱大陸に出れた情熱大陸に出た、嬉しい。総選挙の時に撮ったないや、これ。生駒さん選抜で。すごい歴史はすごいですね、その頃の歴史こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。じゃん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 
情熱大陸の感想、そうなのに情熱大陸を見てからそう感想を書いて出さんといけん宿題とかあるからね、ありさ レポートみたいな。すごい嬉しいわ。幼い感じ、イコバちゃん似てる、ありさが嘘やろ嘘やろ。でもなんだなんかね、前髪下ろしとる自分を見てからね、なんか前髪上げてみたらね、なんかめっちゃ違和感あるよ、なんかハゲた人みたいな、つるっぱげみたいなおでこ、これでおでこ出したらめっちゃ違和感ない？アリサだけかな、そのえみたいな、めっちゃ違和感ある、なんでやろ、目の錯覚？目の錯覚かなそう、目の錯覚かな、だって これいくよ、おこれ最後ね、そうこうやってこうやって前髪下ろしてる時を見るじゃん、こうやって自分のところ自分の顔をね、それでそうこうやってここ上げたらなんかおかしくない？ねえアリサもうずっと前髪上げとったはずなのに、そうこうやって見たらなんかおかしくない？違和感ありあり、なんでいつもこうやって配信してたのに、なんでやろ産毛が少なくなった、確かに、なんでなんでって言ってもあるか、確かに産毛が少なくなった、確かに、なんでどこ行ったん、消えたんかな、違和感めっちゃ違和感ある、なんでやろうかそのうち慣れるさ、本当上げた方がめっちゃ違和感ある、なんか知らんけどなんでやろ、いろんな髪型やりたい、この触覚でもこうやってね、こうやってよくあるアイドルがよくやる7対3ぐらいのやつで分ける方が似合うって言われた、髪の毛でもね、まだ分けるには短すぎて、髪が前髪が短すぎてできんのやけど、こうやってで、そう目ぐらいでこう分けて7対3でこう分けるらしい、その方が似合うって言われた、いや分からん、自分ではこれが全部下ろしとるやつでこうやって分けた方がいいって言われた、どうでしょうか、リップの感じもいいし、ほんえ、あ、持ってくるの忘れた、これね、これあーちゃんとゆらちゃんからもらったリップなんですよ、そうあーちゃんから透明のね、なんかグロスみたいな、もうデパコスよ、デパコス、もうグロス透明の何色のリップにも合う透明グロスをもらって、でゆらぱいからは真っ赤なポール&ジョーのね赤リップもらいました、赤いリップ、そうそれを赤リップをつけて、そう透明のあーちゃんからもらったグロスをつけてきた、ババーン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 、これもらったリップ紹介しようって思ったのに持ってくの忘れた、ここにピエン、ごめんなさい、ポール&ジョー、ポール&ジョー、ポールくんとジョーちゃんって感じでばこそ、お高いやつ、お高いやつです、ポール&ジョーとコスメデコルテ、コスメデコルテってとこ、コスメデコルテ、アリサ初めてもらった、初めてコスメデコルテ、そんな行ったことなかったから、行ったことなかったそう見たことなかったから嬉しい、前髪ありさ可愛い、嬉しいです、ありがとうございます、
似合ってますか。好きすぎてパン、好きすぎてパン、好きすぎて僕はパンパン。いつも T シャツやからかな。めっちゃ今日褒めてもらえる、嬉しい。いつもショールーム T シャツでやるからかな。そう、今日はなんでか分からんけど、これちょっとこれ着てみようと思って、プレゼントでいただいたから、せっかくこれ着てみようと思って、下はデニムのオーバーオールと思ってこれ履いてみました。Tシャツ買わなきゃ。しかも初めてまとめ髪にした、前髪下ろして初めてのまとめ髪。いつも前髪下ろしてた時は髪の毛下ろしてた。あ、もさもさや。あ、もさもさすぎた。ダミアン、ボサボサすぎたわ。この触覚、触覚でもね、あれだよね、大人っぽく、めっちゃボサボサすぎてびっくりした。そう、また目髪した大人っぽく見える気がするけど、どうですか。うん、大人っぽく見えすぎて、そう、おばちゃんっぽくなったら嫌やけど。大人っぽいってさ、でもよう分からんところあるよね。大人っぽいってほんまに大人っぽいんか、それとも大人すぎておばちゃん、おばちゃんっぽいんか。そう、それはね、そこら辺大事やから、ちゃんと教えてほしいね。大人っぽいって言われたらちょっと考えるくない？それほんまに大人なんか、何歳ぐらいの大人なんか。めっちゃ考えるくない？幼いって言われたらさ、あ、まあ幼いって言われたら嬉しいよ別に。幼いって言われて怒る人おらんやん。で、大人っぽいって言われたらさ、何歳ぐらいの大人なんかちょっと考えるよね。そう、二十歳ありさだったら、まあ16やから、今が二十歳ぐらい見られたら嬉しいかもね。18、10、まあ高校生じゃないく見られたら嬉しいかもね。大学生ぐらい、大学生に見られたら嬉しいかも。そうだけど、大人っぽいってね、おばちゃんっぽいのも大人っぽいって言われとったらね、悲しいよね。嬉しいよ。でも前髪切ったらね、幼くなったって言われた、逆に。逆に幼くなったって言われました。そう、大人っぽくなる、大人っぽくイメチェンできると思ったんやけどね、逆に幼くなったって言われた。だけど多分前髪上げとった時の方が大人っぽかったんやろうなと思って。そうだって、前髪上げとる頃はさ、大人っぽいって言われたことはなかったけどさ、そう、前髪下ろしたら幼くなったってことは、上げとった時は大人っぽかったってことよね。じゃーん、なんで違和感あるんやろ、上げたら。まあいいや。瀬戸ビンゴ、瀬戸ビンゴ見てたんですか。今大分多分瀬戸ビンゴの時でも可愛いんよ、アリサ。自分で言うなしって感じだけど、瀬戸ビンゴの時の自分ね、好きなんですよ。めっちゃ髪の毛長くて、そう、めっちゃ髪の毛長くて違和感あるんやけど、めっちゃ細い、あの時もう顔がね丸くないんよ。そう、顔がギューンって感じで、顎がギューンって感じ、ギュンギュンって感じ、めっちゃ顔細くてからね、めっちゃ可愛い、漏れとる、あの時の自分。そう、奈々さんとあゆみと隣の席に座ってね、写真撮ってもらった時の自分の写真があるんやけどね、めっちゃね、そう、めっちゃもうアプリで写真撮ったぐらいね、顔がねギュンギュンって丸くなくてね、そう、顔のここら辺のお肉が、ね、多分あんまりないから、その時は目がクリクリに見えるんよ、今よりももっと。そこ
このお肉がねないからね、目がクリクリに見えてね漏れてるんですよ。タワレコ広島、あ、飾ってあるね。そう、あゆみとななさんと隣で座ってイエーイって写真撮ってるやつ。髪の毛長くてめっちゃ違和感あるけど、まあまあそう、あんなにもう長くせんけど髪の毛は。でも顔よ、顔、顔、顔が細くて、細いよ、とりあえず細いあの時の自分細い、うん、何年前、もう初期だよね、中1じゃない、中1の頃の私。小6から中1にかけてはほんまに細かったんや。そう、小6中1細かったでもいつしか分からんけどなんかプクプク丸くなったやばい、本当にやばい。黒のドットワンピー着て大人に見える、マジ。でも最近ね、でもあの細くなったねって言われるよ、いろんな人から。いろんな人から細くなったねって言われるけど、べっつり何もしないよアリサそう、何もしてない、本当に。逆に今日は豚の唐揚げ食べた。そう、鶏の唐揚げじゃなくてね、ママが豚肉で唐揚げ作ったんですよそう、おもろくない、なんやこれはと思ってね。まあ食べたいけどめっちゃ美味しかった、普通に。そう、豚肉がカリカリしとるんよ、豚の唐揚げ豚肉で唐揚げしたの、ママが。普通美味しかったよ、豚の唐揚げ、豚の唐揚げそう、鶏の唐揚げをさ、家で作ったらなんかパサ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 になるやん、なんかうまくいかんくて。ジューシーな唐揚げにはならんやん。でも豚肉やったらパサパサにはならんから美味しいですよ。そう、家で唐揚げ作った時のあるある、鶏肉でやるからさ、鶏肉がパサパサになるじゃないですか。お店で食べるカラオケと違ってジューシーじゃないやん。そう、でもと、あ、胸肉を使った、あ、そう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 、そうなんですよ。でも豚肉だったらパサパサにならんから美味しい、美味しい。牛の唐揚げは食べたことない牛の唐揚げは食べたことないけど、カラッと揚がる。そう、カラッとカラッと揚がります。カラオケなんでカラオケやねん、唐揚げよ、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。そう、唐揚げ食べちゃった。でも6時ぐらいの話ね。そう、6時ぐらい、7時ぐらいまでに食べたったらね大丈夫、セーフ&セーフ、セーフオアセーフです。さすらに旅人マークハートありがとうございます。ママ料理上手そう。やママはね、簡単にできる料理を作りますいつも。そう、そんな手の凝った料理とかなくてね、簡単にできるけど美味しい料理を作ります。だからすごいです。そう、手の凝ったね、すごいすごい手間のかかることは設置しない、すっごい簡単にもう一瞬でできるような料理ばっかり作るけど美味しいからグッチョ。簡単レシピです。そう、簡単レシピ。でも今日ね、あのなんかね、あの豚肉がいっぱいあったんか知らんけどね、豚汁だったんですよ、豚汁ね。なのにね、はい豚汁できたよとか言ってからそう、豚汁できたよとか言っていや豚汁やろそれ、豚汁ってなんやねんそう、豚肉がいっぱいあったやと思うけどさ、豚汁っていう人初めて聞いたよ。しかもね、チャビーがねチャビーがね、なんか木の枝がくっついてる葉っぱをね、くわえとったんよ。
今日お庭で遊ばしたんやけど、今日初めて。そう、家の家のね、お庭で遊ばしたらね、落ち葉とかが転がっとってからね、それを加えたんやん、チャビーが。そしたらね、なんか あれみたいやね、なんかあの鬼滅のねずこちゃんが竹くわえとるやんか。多分それをね言おうと思ったやけどね、あの鬼滅のさ鬼滅やろなんの鬼滅今日はおもろかった。鬼滅はおもろい、鬼滅や別にアリさん見てないけど、鬼滅の刃全然見てないけど、そう、鬼滅じゃないことは知っとる鬼滅や。ロリちゃん、写真かわいかった。本当話しがいじゃない話しがいじゃないですよ。そう、家でちゃんとねゲージの中に入れて買っておりますけど、そう、今日外に遊ばしたんですよ。お散歩でね、アスファルトの上とかあるけど、そう、家の裏のお庭のところのね、土の、普通に土のところに初めて出してあげたんよ今日。放牧スタイル違うよ違う。そう、昔がね、昔っていうか、もうちょっと前はあのラブラドールレトリバー飼ってたから、ラブラドールレトリバー家の中で飼えないじゃないですか。そう、ラブラドールレトリバー飼ってた時にビビちゃんって言うんですけど、男の子だけどね、ビビを飼ってた時に、あの外で飼ってたから、普通に、そう、だから小屋、そのラブラドールレトリバー用のでっかい木の小屋とか、ちょっと歩けるようなスペースが裏にあるんですよ。がそこをロリチャビ用に今度しようかなと思ってる。うん、ラブラドールレトリバーで曲あるよね、ラブラドール走いて。ラブラドールはね流行ってたよね、多分。ラブラドールはあのチャラーニが飼いたい、ちっちゃい頃に飼いたいって言ってたらしいんですけど、昔は大きい犬を飼うのが流行ってたらしいんですよね。だからあのラブラドールレトリバーにしてね、飼ったらしいんですけど、そう、それに慣れてるから、もうロリチャビちっちゃすぎそう、ラブラドールレトリバーくんに、ね、慣れてるから、ロニチャビちっちゃすぎて可愛い。やっぱ小型犬がいいわな、今は。小型犬が飼いやすくていいですね。そう、散歩も1日2回ぐらい行ってたもん、だって朝と夕方散歩2回もぐらい行ってたし、そう、大変よ。ロニチャビはもう家でね、あの走り回るから、それだけで散歩線でも運動不足にはならんからね、1週間に1回ぐらいで散歩はいいんですけど、暑くなさそうな時に。そう、コーギーシベリアンハスキー、わかる、顔かわいいよね。チャマもかわいい、チャマかわいい、チワワも可愛いよね。でも絶対アリサはあのラブラドールしか買ったことなかったからさ、絶対トイプードルがいいって思ってたんですよ。でもチワワも可愛いし、マルチーズとかもなんか出会ったわ、ペットショップ行ったら。マルチーズも可愛いし、やっぱ小型犬可愛いわ。フレンチブルドッグね、いや、ブレンチフレンチブルドッグよりかはアリサ、パグちゃん派。パグが可愛い。そう、ちょ、違いは何って聞かれたらよう分からんけど、パグの方が顔が可愛いですよ。ブサカはパグちゃんの方がな、愛らしい顔してる。ブルドッグはなんかブローンって感じな、ここら辺が。パグはシュンシュンシュンって感じな、整った顔こんばんは、こんばんは。
パグかわいい。2匹かわいいですよ。男の子と男の子と女の子にしたからかわいい。服もお揃いでピンクと水色とかでできるし、そう、男の子女の子かわいい。ダイナソー音符ありがとう。音符愛らしい顔になりたかったよ。わかる、わかるよ。それは愛くるしい目がクリ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 のね。人間もあるよね、愛くるしい顔とかね。クリクリ目がクリク、こんぐらい目が大きくてクリクリ、まつげが長くてバッサンバッサン、お人形さんみたいな顔が愛くるしいね。プリンくん愛が止まらないもの。プリンわかる、マリナね。そうでもマリナは別にね、全然何ロニチャビに会いたいって言いますよ。そういうプリンおるやん家帰ったらと思うけど、ロニチャビに会いたいってそうでもプリンくんの可愛い写真とかめっちゃ見た。可愛かった、可愛かった。そうマリナのプリンくんもね、黒だからね。そう絶対黒のトイプードルが良かったんやって。なんかセンス一緒やわアリスとセンス一緒やわ。そうアリさんもね、黒の女の子探しとったんやけど、そう黒の女の子を探してたんやけどさ、シルバーとか黒の女の子珍しいらしい。そう黒の男の子はいっぱいおった。黒の男の子は広島のペットショップ探したからいっぱいおったけど、さあ黒の女の子がね全然おらんかった。シルバーっていう色もあるんですよ、トイプードル。そうシルバー最初は真っ黒、ちっちゃい頃は真っ黒なんやけど、大きくなるにつれてちょっと白くなってシルバーみたいな灰色っぽい色になるらしいんやけど、そう、うん、やっと見つけたロニーちゃん黒の女の子、しかも顔が可愛かったから最高、出会ったよね。チョコキッチンハートありがとう。ハートハートハート、マリの MC でロニチャビ言ってた。ロニチャビロニチャビチャビロニロニチャビロニチャビ。で最近ロニチャビよね、ロニチャビ。最近でもアリサチャビロニって言ってしまう。チャビロニチャビロニかいチャビロニ、どっちでもいいよ別にどっちが先でもいいですよ。ロニチャビでもチャビロニでも、アリロニチャビ、ロニチャビ、チャビロニ、チャビロニ、アリチャビロニ、アリロニチャビ、うん、チャビロニ。パパがワンツーって言ってるあ、聞こえた、それはここはそれ聞こえたかもしれん。そうなんですよ。でアリサが反抗期っていう話じゃなかったっけ、なんかアリサが反抗期っていう話じゃなかった、それ。チャビオニだからなんかね、話をなんか紛らわせしとった説あるけどね。アリサの話やったよね、あれ。チャビオニ出してからさ、なんか話を和らげようとしとったけど聞こえたから、アリサガンガンに聞こえてたからね。普通よ別に、普通パパがそう、もう毎日言うよ本当に。ワンツーあチャビーチャビーワンツーはワンツーワンツーワンツーみたいなそうマジ毎日のように言うんですよそうさっきね、チャビーちゃんとできたのに、ちゃんとワンツーできたのにね、またねなんかゴソゴソしだしたら、チャビワンツーワンワンツーワンツー、いやさっきやったやんみたいな、いやさっきやったやらけてみたいな感じよ。それ重くない、みんな思うことよ本当に。みんな思うこと、アリサだけはないと思う本当に。ワンツーワンツーワンツーってやったらトイレのしつけができるんよ、子犬ちゃんのYouTube で調べた、それは。そう YouTube で調べたんや。ワンツー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 ってやって、しつけよしつけパッ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 。
そうだ、さっきね、さっきもう今さっきできたのにね、なんかまたゴソゴソしだしたらね、ワンツーワンワンツーワンみたいな、ワンツーワンツーでお前さっきやったやんみたいないやさっきやっとったやんけみたいなね、みんな思うことよ、ほんとみんな突っ込みたくなることよ。そう、アリサだけじゃないと思う、あれは。うん、神戸のまさひろさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。もう でも7ヶ月になるんですよ、もうチャビーは7ヶ月になったんだよ、早くない？もう今週の土曜日か日曜日やったかな、でロニーちゃんも7ヶ月になる、早くない？もう半年過ぎちゃった、生まれて半年過ぎた、めっちゃ早くない？加工動画の投稿したから見て、嬉しい、リオナちゃん、峰吉ありさで調べてみて、わかった TikTok で、ありがとう、楽しみだ、7ヶ月だよ、早くない？もう1歳になっちゃう、大人になっちゃう、どうしよう、1歳になっちゃう、もうね、あの昔のね、もう家に来て1週間ぐらいのさ時に撮った動画があるんですけど、その時の泣き声とね全然違うんよ今、だから悲しくなる、これです、かわいいんだよこれ小屋に閉じ込めてますこれ服をしてから閉じ込めたんやけどねこれはあのもう朝ごはん、朝ごはんをくれって言ってるやつです。一匹ずつゲージには入れとるんやけど、そっから出して、そう、そっから出してるけどリビングにはこっち来れんようにして、そう、朝ごはんを待ってる時のロニチャビって言うんやけど、今はワン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 って感じ、全然可愛くなくなったねワーワン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 みたいな、オオカミみたいな声出す今は。そうだけど、このね、赤ちゃんの頃はめっちゃ可愛い鳴き声だったのに、そう、今はオオカミみたいなワン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 みたいなそう、声が太りは、そう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 、ワンってかなんだろう、わわ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 んめっちゃ怖いよ、めっちゃ怖い、わわ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 わってなくなった、悲しい泣き声が変わってる、明らかに悲しい。かわいさしそうよ、かわいさ消滅してしまった。泣き声の変化動画、あ、やった。え、これさ、あの鳴き声だけ比べたいよね。声だけってどうやってやるんやろ。声変わり、そう。声変わり、声変わり。子供の頃は可愛かったよ、本当。アリサも可愛かったよ。リンタロウさん、小判ありがとう。今加工動画を見てほしい。TikTok な。TikTok、TikTok。アリサも声変わりしたね。うん、そうしたね。初期の頃やばかったね。そう、初めてのショールームの時とか、もう見れん。自分で見れん、もう恥ずかしすぎて。そう、初期の頃の自分のショー、初めてのショールームとかさあ、チャイナが、そんなやつやめ、チャイナ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 、ハッシュタグみんなよしあいさで調べたらいいかな、これか、
どれやん、どれやらほい、どれやらほい、これ自分で載せたやつか。すごい、初めて見たんやけど。普通にみんな いっぱい TikTok 作ってくれてる方おる。突然のリプ編はいたーのやつやん。すごい、初めて見た。ディ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 、リオナちゃんどれや、これか。あれ、これか。見つけたかもしれん。名前、待ってね、名前合っとるかな、これ。すごい、うまいんだけど。みんな作ってくれてるのを見させていただきました。すごい、めっちゃ上がってる。すごい、この峰吉アリサのアリサっぽいアカウントの方のやつ、めっちゃすごい、めっちゃ上がってるわ。ありがとうございます。そう、すごい。でもアリサがツイッターに載せた写真とかで作ってくれてる。すごーい、すっごい、すっごい。いや、アリサ、みんなしアリサでハッシュタグ調べたら出てきたで。すごい、感動や。エリックさん、タコ、マイジャパンさん、小判ありがとうございます。眉毛、眉毛、アリサやから見つけやすい。アリサのアイコンのやつか。待ってねー、待ってねー。ピポピポン、ピポピポン、ピポピポン、ピポピポン。ハッシュタグミネヨシアリサ、ハッシュタグミネヨシアリサ、アリサ、アリサの赤が、これ？これかな？前髪下ろしてるやつ、これか！かわいい！ハートの中のアリサが動いてる！すごい！どうやって加工するの？こんなの。すごい！これか。これは前髪下ろしたよっていうのを見せたかったし、 TikTok バーン前髪切りましたよっていうのを伝えたかった TikTok なんだ。ありがとう、うれしい。ティーダカンカーさん、結構第一、ありがとう、ありがとう、ありがとう。食った？好き？食った、君に告った、思いを食った。大人っぽくなった気がする。本当？前髪切った方が嬉しい。前髪切った方がでもバブみが増したとか言われたけど嬉しい。戦闘力？戦闘力上がった、どういうこと？戦闘力、対戦。久々に見た、前髪かわいい、嬉しい、ありがとう、ありがとう。
ゃん、ありがちゃん、パンデルさん音符ありがとうございます。お洋服も可愛くてめっちゃ好き、嬉しい。皆さん今日の私好評ですごく嬉しゅうございます嬉しゅうございますわ。ゆういちろうさんハートありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ビービン。J はアリサ出てきた。嬉しいです。会えて嬉しいです会えて嬉しいです。どうぞ。戦闘力、戦闘力上がった。 GK なの信じられないけどなんで小学生に見えるとか言われたんやけど、どういうこと。アリス ST に入って初めて会ったのも多分中学校だったと思うんやけどさ、なんで小学生に見えるよ。それよりも初めて会った時よりもさ、今の方が幼い見えるってやばくない？これで小学生とか やばくない？こんな小学生おらんけんマジで。そう、みんな盛りすぎ、みんな盛りすぎ本当そう、しかもね、アリサ最近思ったんやけどね、あの絶対にね、あの高校生のアリサを見たことがないからだと思うんですよ。そう、この小学生みたいとか言ってくるマネージャーさんとかね、そう絶対高校生しおるアリサは見たことないけやと思うよね。普通に制服着てから高校行きよるところ見たら、もう高校生や、あ JK だなって感じると思う本当に。そうなんですよ、絶対に。そうだってね、絶対に絶対にね、STU におったら自分よりも年下の子がさ2期生しかおらんやん今は。そう、ずっとアリサがと前葉とのんちゃん3人が最年少でね、自分よりも年下がおらんかったから、そう甘やかされてからね、そう甘やかされるのに慣れてしまったけど、あの慣れてはない、慣れてはねえな。そう、まあ甘やかされ生活だったんですけど、そう普通にだってね、最近もう高校、普通に小学校からずっと同い年でね、小学校からずっと一緒の友達と遊んだりしたらめっちゃ大人やもん、みんな。そう、みんな別にさ甘やかされてから生活してないやん。そう、普通に同い年の人とばっかり暮らしとるわけじゃないですか。小学校、中学校、高校って同い年の人たちといっぱい接しとるわけで、そうアリサはずっと年上のみんなと接してるわけで、そうなんかみんな大人なんですよ。そうなんか普通にね、何久しぶりに会ったりとかしたらみんな大人になりすぎててびっくり。アリサが全然成長してなくてびっくりそうだから それは一理あると思うよ本当に。そう一理あると思う絶対絶対アリサも普通に高校生みたいなことしとったらさ大人よ大人よ絶対あるよね。パラララーン、パラララーン、あ制服グラジエーションの雰囲気を思い浮かんで、ああ嬉しい。制服ね、あれ制服だもんね。そういうことなんですよね、多分多分そういうことなんですよね。高校生は子供ない、高校生は子供なんですけど、大人っぽく見られたい年頃というかそう、みんな大人なんよ本当に、本当にみんな大人、びっくりびっくり。アリサが全然変わってなくてびっくりって言われたもん、悲しい。もう全然小学校の頃から全然変わってねえって言われてびっくり、いやびっくりびっくりよ
大人っぽくなったなとか言われるやん普通久しぶりに会ったら。でもアリサ全然変わってないなしか言われないもん。びっくり。画面と声が遅れてる。嘘。おとつれ、おとつれマン。あああらら。いいよ、こらしょ。おとつれ。でもね、タブレットの充電がなかったよな。充電は。いろん。スマホの充電もないし、タブレットの充電もないんだよね。やばいよね。どうですか？イヤホンさしてみました。イヤホンをさしましたが、治りましたでしょうか？ディリリリン、ディリリン。ずれてる？嘘。はい。っていう方と。イヤホンさしても治んないんだ最近って。マジ？カラオケしてみようかな。逆やばい。治ってない。カラオケすると訪れが聞いて。だよね。ちょカラオケしてみようかな。何歌おう。昨日の SKE さんのやつでなんかないかな。不器用太陽あった。僕は不器用太陽。音は出なかった。何も聞こえない。聞こえますか？治ってきた。すごい。マジか。アスファルトの熱で街はのぼせて。ローモーション君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちには何か始まるのかな。好きなのに知り合って長すぎる。海へ行きたい言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に星すみいかの話をしている。旅行バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。できやしない消極太陽は恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。音はね、好きだけど好きすぎて、そう君を見れない。潮風に吹かれ波を見ていられたら、これもいいかな。君の一番近くにいるんだから、そんな僕の弱気に透かして、尖らせた君の唇。ふわー不器用
割れるんやった。高音になるって思ったら話したらいいんやね。割れてた2番の時とか。クリちゃん花束ありがとう。スズ、これめっちゃいい歌よね。いや切なすぎて問題なし、ありがとうございます。じゃじゃん、前髪がある、見えない、めっちゃいい歌やん。めっちゃいい歌、歌他にないかな。音ずれは治った、マジでええ歌。そろそろさ、初めての星も好きなんですけど、アリサ初めての星めっちゃ好きなんですけどさ、もう3回歌ったからね。そう、そろそろなんかね、違う歌も歌いたいなって思ってたんですよ。スタジオね、スタジオ公演の話なんですけど、これは好きだけど好きすぎて、そう、初めての星も大好きですよ。初めての星入ってない、夢は逃げない。訪れは治った。お、もらっていい。タランタランタラン。そう、でもね、夢は逃げない、前回の公演では夢は逃げない歌っとって、今回のソロは初めての星を選んだから名曲ばっかり歌ってるやんって言われちゃった、キャプテンに。嬉しい。そう、名曲ばっかり歌うねー言われた。夢逃げは最強ですよね。そう、誰が見つけたと思てんねん夢逃げ。わてやで、わて。夢は逃げないはもう出た瞬間からいい曲だと思って、アリサ好きだったよ。もう僕だって泣いちゃうよ、さや姉さんの最後のラストシングルのカップリングでね、さや姉さんが研究生のために歌詞を書いて、そう、もうその曲聴いた瞬間からもうめっちゃ好きやった、夢逃げは。だから歌いたかったんだよね。タラ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 、好き、ボムよかった、嬉しい、うれっぴー、パンチラインパンチラインいいね。パンチライン2回歌ったけどね、昨日武器歌よも2回歌ったか。パンチライン、パンチライン、え、あ、パンチラインじゃない、いきなりパンチラインか。いきなり忘れてしまう、いきなりパンチラインだね。ドゥ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 、あかりんさんのプロデュース公演気になる、わかるわかるわかる、楽しみだね。止めがあったのに、どうしてすぐ視線を外すのか、そっけないよ。僕たちの出会いは偶然に見せかけた特別な意味がある。君の名前を
ありがとうございました。確かに懐かしい、なんかね、昔みたい、昔の昭和っぽいメロディーだよね。パンチライン、パンチライン、いいな、セダンで夏を連れてきた人みたいなノリじゃない？なんか似てない？そう、いいよね、昭和、昭和な感じがいいですね、この歌。調子チキンラインね、チキンラインね、楽しみにしててください。チキンライン、パンチライン、パンチライン、いいな、セダンで夏を連れてきた人、なんか似てない？ノリが一緒やん。強き者よとかも好きやったな。強き者よ、真の勇者よ。昭和の歌歌えるよ。昭和の歌任せてくれ、任せてくれよ。難しいの歌えんよ、その中森明菜さんとか。もうね、キャラップ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 、バニラみたいな。できん、そう、難しい歌歌えんよ。そう、簡単、簡単というか可愛いらしい歌なら歌える。中森明菜さん無理、歌うますぎ。バニラキャラップ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 バニラできん。あグローリーデイズ難しかった。え、グローリーデイズめっちゃ難しかったんやけど、あの最初のとこが好きなんや。朝の赤に溢れてて、チャ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 、サンライズサンシャイン、ほんのり焼けたようにつまきやき水が流れて、熱い熱い飲み出してく。で、どこ好きやったんやけど、なんか A メロからラップやん、ラップみたいな感じやん。なんだんだんだったらなんだかだだだなんだかだだだちゃんみたいな。グローリーデイズめっちゃ難しかったんやけど、わかる。かなり好きだった、本当？グローリーデイズのめっちゃ下手だったなと思って、自分では。あれは下手だった、グローリーデイズ。ごめんなさいね。ラップが、ラップ好き、ラップやりたいって言ってた。ラップ難しかった、ちょっとあれ。こんばんは、初見です。嬉しい、かなちゃん。ありがとうございます。ST48、広島県出身の16歳、ありちゃんこと、みなよしありさでーす。ありがとうございます。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。イエイ、ありがとう。ラップみたいな、そう、リズム難しかったな。グローリーデイズあるかな。ダンスも大変なんや。へえ、パンチラインパンチライン、やばいアドリブで、かきく、グローリーデイズ一番だけ歌おう。これ事故るかもしれん。一番だけ、ドゥ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 、グローリーデイズ聴いてください。サンライズサンシャイン、ダムの門を開けたように、今聞きゆき水が流れて。噛んだ噛んだ噛んだ、あー間違えた。今聞ゆき水が、今聞ゆき水が流れて。ワンモアワンモア、もう一回いきます。今聞ゆき水が流なんか噛んだんやけど。ちょ、もう一回いきまーす。今清き水が流れて、
あっちなんだ、手を抜いたしてく。あれ待ってね、今ぐるぐる回ってます。やらかした。あれグローリーです、準備お願いします。カラオケさん、今清き水が流れて、難しくない？今清き水が、今きききき、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回せ、洗濯機洗濯機、なんとか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 、え全然繋がらん、ダウンロードに失敗しましたって言われた。嘘、ポチポチポチ、グローリーデイズグローリーデイズグローリーデイズ、いけるか。え待って、コメントボタンがなくなった。なんかバグってない？みんなコメントボタン、コメントボタンがなくなったんやけど、えコメント見れん、ええコメントどこ、あとりあえず始めれた、嘘コメント見れんないけど、え初めての経験、声大きい、あ遠い空の裾野から朝の光が溢れ出す、サンライズサンシャイン、ダムの門を開けたように今清き水が流れて、砂漠の街を満たしてく、 Every day every time 僕は今日も生きてる、友達とふざけ少しだけ授業も耳に入って、大人たちの知恵をつけられることがどれほど大切なことなのだろう、はみ出さないようにルールを守って、時計の時計をぼんやり見てる、水道の水が出しっぱなしでいつの日か僕だけ溺れそうさ、この今を青春と呼ぶのならばどうやって過ごせば輝くの、鏡の中の僕は相変わらず未来へと続く道の上で、もっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい、失敗したってもう一度やり直そう、何も恐れることはない、遠回りでも時間はある、 Anyway Anytime 僕はずっと歩いてる、待ってコメントどうやって見るん？ ん？ うん、嘘でしょ、コメントボタンがなくなることとかあるん？これちょっと、あった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 、ありました、コメント見れた。コメント見れた、よっしゃよっしゃ、お断りしてたん？それはごめんなさい。お断り、今？やばい、どうやって治るんや。怖い。どう？なんでお断りしたん？もうやだ。ショールームおかしいよね。なんで？絶対意地悪や。そしたらどうなる？どう？わー。
コースイエイト。あ、ST の曲はないわ。なんでやろ。これに入ってない。思い出せる恋をしよう。はあ、はあ、あ、あ、グローリーデイズ。いつの日にか思い出せる。ない、おもこいない。とっておきの恋をしよう。マジ世界が。聞こえる？あああああ、音割れしてない。どんなに時が過ぎ去っても今日のことを、あ、じゃあ、どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格。君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、ポッポッポ、君は僕が好き、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる。とっておきな恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にか思い、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと。ありがとうございました。なんで音割れるんやろ。音割れたことなかったのに、ほんまに、うん、音割れたことないのに。ずーっと、え、グローリーデイズ歌ってきた。グローリーデイズやば、グローリーデイズ難しくない？アリさんめっちゃ下手くそだったよね。グローリーデイズ本当に申し訳ございません。グローリーデイズはそう下手くそだったと思う、自分でもごめんね。イヤホンマイクの限界、キャー、これマジか。グローリーデイズラップみたいな、そうなんよ、ラップみたいなとこ絶対 音違うしね。アリサ音外れとったと思うし、ラップのところリズムも難しくないこのねねね、青春だ呼ぶのならばなんとかが、なんだでな、ラララララ
地の上でもっとじたばたしながらやりたいことだけあればいい。サンライサンシャイン、なんとか開けたように。でもあれはいい歌詞だよね。そう、いい歌詞だよ。今清き水が流れて、今日も生きてる。うんうんうん。うん。マイクの。めちゃめちゃいいと思う。本当？歌詞はいいよね。でも難しい曲だよね。なんか変な来た。ほんまや。ほんまや。不器用太陽はでも皆さんが教えてくれたから知った。本当にありがとうございます。不器用太陽めっちゃいい歌。そう、本当はね、あの須田あかりさんのソロ曲、須田あかりさんのソロ曲のあの今の私じゃダメなんだっていう曲、今の私じゃダメなんだみたいな、そう、あのね、今の私はダメなんだっていう、なんか感動系の、またこれも歌詞がいい感じの歌だったんですけど、それをね一番最後に持ってきてたんよ。でもそれカラオケになくて、カラオケのやつになくて、そっちのが知らん。嘘。めっちゃいい曲見つけたと思ったんよ。須田あかりさんのソロ曲なんかな、今の私はダメなんだっていう曲にしとったけど、なかったから不器用太陽にした。サンライズサンライズ、ルル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 、え、今の私はダメなんだ知らん。嘘。これもあれですよ、みんな教えてくれた須田あかりさんのソロ曲やないんかな。でも須田あかりさんが歌ってるやつしか出てこんかった。今の私はダメなんだ知らん？嘘。ほんと？ありゃま。知らんか。そんな、認知度少ない曲だったんや、この曲。うん。コンサートでもやらん曲なんや。なるほどね。なるほど。不器用太陽の方が、あれか、人気か。あ、嘘？でもこれも多分メモっとったんや、多分アリサが。そう、みんなに聞いた時にメモっとって、初めて聞いてめっちゃいい歌と思ったんやけど。ほら、今清き水が流れて砂漠の街を満たしてく、 Every day every time 僕は今日も生きてる。須田さんバージョンしか知らない。須田さんのソロ曲なんかな。次の曲は、あ、次の公演の2回目のやつも考えたんですけど、なんかいい曲がなんかありすぎて、16曲になった次の公演。そう、12曲やったんやね、昨日のやつは。12曲やったんやけど、16曲になっちゃった。もちろん昨日やった曲の中で、そう、いい曲は次も歌いたいから入れたんですけど、そう、変えたい曲はね、あの、変えてとかして考えてたら、16曲になった。でもあれだよね、前しか向かねえとか、思い出せる恋しようとか、2回歌ったりとかしてちょうどよかったから。まあ、いい感じだと思うんですけど。16曲。前のめりね、楽しみにしていてください。前のめりも結構リクエスト多かった。前のめりと不器用太陽は多かったと思う。多かった記憶ある、めっちゃ。
瀬戸りの作り方、え、アリサうまいかな、合ってる瀬戸りの作り方も。瀬戸りとかさ作ったことなかったからさ、本当にスタジオの瀬戸りとかチャートリの瀬戸りとかもまあ自分たちで考えてるんですけど、メンバーでね、みんなで。でもリーダーとかにね、チャートリはもう何アリサは兼任した側だからさ、そうアリサはあんまり意見出せないんですけど、そうスタジオの方はもうなんだ、やりたい曲をとりあえず言って、でもうあとの瀬戸りの順番とか、この曲は入れてこの曲は入れないとかはもうリーダーに任せたから、そうみちゅにも全部任せたから、そう何もやってないアリサはそうでもチャートリの方はすごいですよね、本当にみんなピオちゃんとかチホちゃんとかみなみちゃんとかコウコちゃんもないけど、みんなやアリサ以外みんなやアリサ以外みんなさ、AKB に詳しいじゃないですか。そうだから何キャパシティとかめっちゃ昔の AKB の昔の時代に流行ったというかすごい人気だった曲とかよく知ってるしね、みんな。アリサ新しく入ったチャートリの新しく入った曲ね、重力シンパシーしか知らん重力シンパシーは知っとるよ、重力シンパシーしとったけど、チューズミーとキャパシティとかリセットも知らんやったこれガチ回遊魚のキャパシティ、そうそうそう、とかリセットキューズミーと、あおニューの上履きは知っとったよ、もちろん NMB だから。うん、それ知らなすぎ、え嘘だよ。でもいっぱい知れるからね、いいよね。そうこの新しく公演をすることによっていっぱい知れて、僕公演の曲とかあんまりもうほとんど知らんよ、あれ手をつなぎながらとかチューしようぜとか、もう僕こういう奈々さんがね考えてくれた瀬戸りというか、僕こういう公演の曲ほとんど知らんやったもん、覚えるの大変だったもんとりあえず歌を覚えるところから始まったもん、あれ手遅れコーションしか知らんかったマジで手遅れコーション大好きやったけど、もう僕こういう難しいよね、すごいよね奈々さん。僕こういう確かに僕こういうはあれですか、もう何メジャーじゃない曲が多いんかな逆に手遅れ交渉しなかったらまだまだやなまだまだよ、手遅れ交渉知らんのは手遅れ交渉入っとったらびっくりしたもん、えこれってあれの手遅れ交渉だよね手遅れ交渉で1個しかないよねと思って、あ表面張力しとったバナナもしとる、隣のバニャニャ、キリギリス人とか知らんかった、残念少女も知らんやった、あとユニット何があるっけ、あ禁じられた2人は知ってた、禁じられた2人は知っとったわ、あの手遅れ交渉だよねテンション上がった、えイコラブの曲やんと思って、タラララ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 、キリギリス人の方が知ってまいって、マジかすごい、ノースリーブスさんの歌だよね、ノースリーブスさん、スイフパジャドラの公演で、へー、でそれコウコちゃんも言ってた、コウコちゃんも言ってた、スイフは絶対 STU の曲なのに、なんでやらんねやろってずっと言ってた、スイフってなんやと思ってたよずっと、アリサコウコちゃんずっと言ってたけど、ニューシップより絶対スイフの方が STU っぽいやろとか言っとったんやけど、いやスイフ分からんと思ってスイフ分からんのやけどアリサと思いよったんや、うん、そうそう、それはなんかコウコちゃんが言ってたイメージが強い、僕こういうのスイフは、でりりりりこねてんナナさんらしい選曲で
プロデュース公演って面白いよね、その方のね、その方の好きな曲とか前回やってほしい感じとか、前回だからスラ姉さんの公演もそうやし、だからあかりんさんの曲も気になるよね。あかりんさんが次7期生さんの NMB の7期生の公演をプロデュースするんですけどね、楽しみ。ああもう夢は逃げない公演、え、夢は逃げない公演瀬戸利分からん、ありさ夢は逃げないが入っとることは分かるんやけどえ、でもあれでしょ、純純なスレーブ入っとんやろ、夢は逃げない公演に。従順なスレーブ、僕声に入っ、僕声にも入ってるんですけど、奴隷のやつ、純純なスレーブになる、入っとるよね。そうなんよ、それは知っとってる、それは知ってるんだよね。そう、振り振りというか、その従順なスレーブを覚えるとき、NMB さんの研究生の方がのやつだったから、これ夢は逃げない公園に入っとんかな、もしかしてと思ったん。従順なスレーブになる、トゥルルトゥトゥル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 。あと何が入ってるんだ、転がる石になれ、転がる石になれ転がる石になれはあれだよね、あの瀬戸セブンが歌ってる、ずっとピークピーク、オネストマン、あーオネストマンね、ずっと違うね、それ違うわずっとずっとやオネストマンどんな曲やったっけ、聞いたらわかる、聞いたらわかるんやけど、ずっとずっとスレイプ、チョコの奴隷、従順なスレイプ、あ、ずっとずっとも入ってた、あ、そうなん、ずっとずっと君だけなんだ、あから始まる歌とかあから面白すぎる、それはえ、もうね、アリコンのね、こね、次もう SKE さんやって、あの NGT さんがね、1回しかできなさそうなんですよ、これがそう、これは本当にもう申し訳ないんですけど、そう、いつもアリサがアリコンで使ってるカラオケ屋さんのところでね、昨日ね調べたんよ、ついでに NGT さんの曲も何が入っとんかと思って調べたんやけど、 NGT さん いっぱい曲あるんですけど、いい曲ね、カラオケに入ってない曲がほとんどでからね、そう、 NGT さんのカラオケに入ってる曲が14曲ぐらいしかなかったんよ、14曲やったら1回しか公演できんやんと思って全部やっても1回しか公演できんやんってなって、 NGT さんね、だから NGT さんの1回で STU だけの STU の曲を全部歌うみたいなやつも1回でやろうかなって思ってます、次の1ヶ月2回のやつは NGT さんと STU の曲全部歌いますよみたいなやつを合わせて2回公演にしようかなって思ってるんですけど、どうですかそう、 NGT さんね、いい曲、アリサも好きな曲いっぱいあったんやけど、カラオケに入ってない曲ばっかりあった、びっくり。ビビ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 、いいと思います、ありがとう。 STU もね、何曲入っとんやろ、 STU も絶対入ってないと思う、なそう、ほとんど入ってないやろ、そう、ほとんどほとんど。マックス時外さんで、もちろんもちろんですよ、あれ外したらもう失格やね何がって感じ、失格ですね。トゥルル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 、下のな、下のなか、
下の名あったっけな、下の名青春時計暗闇求む、うん、あったあった。あ、STU の曲と、そう確かにアリコンで今までやった曲でリクエスト、もう一回。なるほどね、なるほどなるほど。本間日向さん、本間日向さん知ってるよ。マックスとき歌わなかった、うん、マックスとき歌わなかったら閉まらんやろ、 NGT さんの公演閉まらんNGT さん打って STU のも終わったらね、また次どうしようか考えようと思います。いいご意見番お待ちしてます。 あから始まる曲縛りめっちゃおもろくない、あから始まる曲縛りそんなあるんかな、全部あから始まる曲ばっかり。おもろい。ほねほねワルツ NGT さん、ほねほね A からにしよう。あ、なるほど、ね、A にしよう。あ、 A も A も一緒やんA から意外と意外といっぱいありそう。 A から始まるやつだって SKE さんのやつもさ、調べたら愛のなんとか、あアイスのなんとかとかさ、あいっぱいありそう。普通にアイスの口づけとか、STU はないね、あから始まる歌。え、ないよね、あったら怖いSTU ないよね、あから始まる歌。風を待つ大好きな人、暗闇、アイスの口づけ、ダダ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 、あなたとクリスマスイブ、あーあいあるやん、ほんまやん、あーあったあったわ、青いレモン、青いレモンあったわさすが、いで最後に一曲、そうですね、最後に、え、何がいいかな、何がいいですか。あから始める26曲あった、え、全体で AKB さん、あなたとシーマンでやめてよあなたとシーマン、アリス歌ったことあるけど黒歴史すぎ、黒歴史すぎな、本当に。青いレモン2回ぐらいあるよね、歌ったこと。1回か、いや2回ですよね、春節公演と奈々さんの生誕祭の時に歌ったけど、青いレモンは、アリスの青いレモンは本当にやばい。どうしよう、不器用太陽もう一回歌おうかな、不器用太陽名曲すぎ。スローモーション、パパ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 パ入ってない、そんなメジャーじゃない、 CD も出してないしね、あなたと島根、あなたと島根、ジパングッドの中に入っとったっけな、あなたと島根、コロン、あなたと島根いい曲なんですよ、聴いてくださいねめっちゃいい曲。ゆっくり近づく、ワンピースの花が
風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちには何か始まるのかな。好きなのに死にあって長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしている。旅行バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。ありがとうございました。パチ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 、よし、いい歌だったわ。不器用太陽、本当にね、SK こんな知ってるの知らんかった。いや全然知らなかったんですよ本当に。そう、 SK さん縛りでアリコンやるまでは全然 SK さんの曲はねあんまり知らなかったんですけど、
そう、だんだんとレパートリーが増えてきました。皆様のおかげで本当にありがとうございます。このアリコンを開催することにより、そうね、曲をたくさん知って自分が歌えるレパートリーを増やしていけている気がして嬉しいです嬉しいです、ありがとうございます。 SK なら任せてくれ、任せたぞ、みんなに任せたぞよ。ではギフトを読みたいと思います。ひげのまささん、パンジャラさん、カズリン、マエジャパンさん、みやこ先生、やすべさん、ひでさん、サイモンさん、キュンですおじさん、母さん、ひでさん、ルーム長さん、キュンですおじさん、やすべさん、しゅんちゃん、ひろたんたん、サイモンさん、ミスターペイ、ネイビームくん、マットさん、ヒデさん、クリちゃん、コモチン、ティーダカンカンさん、エリックさん、神戸のマサヒロさん、サスライトビートマーくん、カラコン野郎、キョンさん、ミシェルボーイさん、ヒロタンタン、テッちゃん、ひとりごとさん、スマートさん、ひとりごとさん、シュン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 ちゃん、母さん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位キュンですおじさん12位母さん、11位マキさん、10位ヒゲのマサさん、9位カンちゃん、8位ティガー、7位ユーボさん、6位パンジャラモンスターさん、5位てっちゃん、4位ひとりごとさん、3位ヒデさん、2位ネイビームくん、1位はいや1位はやすべえさんです。ありがとうございます。イエーイありがとうございました。触覚をフェイスラインから浮かせるの大事。あ、そうな、ここよりももうちょっと内側にするってこと。なるほどね。触覚多い、分厚すぎ、こんぐらいか。ありがとうございます。あ、たまたまでしか来られてよかったです。カラオケ配信嬉しかった、ありがとうございます。またよかったら見に来てください。今日はね、初めて前髪下ろしのまとめ髪ヘアをしましたデイですそう、初めて前髪下ろしてまとめ髪をしてみたよっていう日でした。どうですか、どうですかね。ちょっとまとめ髪をしたらちょっと大人っぽくなるんかな、前髪あっても。いえ、またやりたいと思います。そう、まあ、あの後ろの髪の毛をねこうくるくる巻きようってないけど、それが失敗しただけなんですよ。ただそう、ただね、後ろの髪の毛をくるくる巻きようったらね、そう、失敗しただけなんです。本当に申し訳ないサイドポニー、サイドポニーやってみよう。今度髪の毛短いからさ、ポニーテールここぐらいでしかできんのよ高くやりすぎたらどんどん落ちてくるから、ポロポロ髪の毛が。それではまた明日もお会いしましょう。今日もお疲れ様でした。明日はねすごくね緊張することを久しぶりにやるそう、どうしよう、とりあえず頑張ります。明日やばい、明日来ないでくれって感じそう、もう今日で人生終わってくれって感じで、明日やばいことがあるけど、まあ頑張りたいと思いますそれではおやすみなさい、バイバイ。また明日人生終わるな、いやー今日で人生終わってくれってぐらい、明日来ないでくれってぐらいやばい。おやすみなし、また明日、バイバーイ、ありがとうございました、おやすみー
きなのに。バイチェラっぽい。ありがとうございました。瀬戸に送っといた、マジか。ありがとう。夢逃げのかな。楽しみ。